スケリドテリウムとは、哺乳類遺節目ミロドンカに属する、1500万年前から1万年前にかけて栄えた種。主に南米に生息し、植物性で木の葉を主食としていた。また、ナマケやメガテリウムに近い種で、樹状を歩き回るよりは地上などを活発に動き回ることが多かったと言われている。体長は180から210センチメートルと、ミロドンカでは、 体重、体調ともに小柄な方である。トクソドーンやマクラウケニア同様、捕食者に襲撃されることは少なくなかった。フォルスラコスや有体類のティラコスミルス、北米から渡ってきたスミロドンなど、天敵は少なくなかった。しかし、約1500万年の間に、時代ごとに天敵が存在したため、事実上天敵は少なかったとも言われている。南米は、 北米大陸と陸続きになり、スミロドンなどが南米に進出した頃までは、温暖な背丈の高い草原と森林が広がっていったと考えられており、その後も100万年ほどは、それが続いた。しかし、30万年前頃から急速に砂漠化が進み、氷期になると、背丈の低い、乾燥した草原となってしまい、スケリドテリウムが好んで食べたこの葉などは消滅し、数を減らしていった。 また、マクラウキニアやグリプトドンなども主食は植物だったため乾燥化により多くが枯れてしまい、それによってそれらを主な獲物とするスミロドンも勢力を狭めた。南米には北米の草原に生息していた鹿などが進出し、それらが縄張りを広めて餌場を少なくしたことも絶滅の一因である。スミロドン等の捕食者も 大型で動きの遅いスケリドテリウムやグリプトドンの絶滅により獲物を捕らえることが非常に難しくなった。草原の背丈が低いこともあり獲物にすぐに気づかれてしまうという弱点もあった。砂漠化を生き残ったのはグリプトドンの一種の小型化したアルマジロやシカテードだった。また、氷期を過ぎると再び気候は温暖になり、 熱帯雨林の広がる森林へと変化した。現在も発掘作業が進んでおり、パラグアイなどで発見が進んでいる。ありがとうございます。